こんにちは、あつりと申します。今回は信長の野望革新をやっていきます。シナリオは1582年1月の夢幻のごとくでやっていきます。使う国は北条家でやっていきます。環境設定については難易度は上級で歴史イベントがあり、寿命と姫と台風がなしで、それ以外標準でやっていきます。で、今回 RT 動画になりますので、開始ボタンを押したらタイム計測となります。ということでやっていきましょう。まずは隠居と加増を行って家臣の忠誠心を高めておきます。 OK です。そしたら要請で徳川に土ヶ崎館を攻めさせます。で、授与で北条綱重で出陣しましょう。柏崎港に目標を合わせながら土ヶ崎館に向けて出陣します。で、残った連中はガンガン位置を牽制しましょう。あとは武家町、北条家は武将の数が非常に多いので、序盤は金を集めないと少々厳しい。で、下田港でも位置を建設で、安藤さんは移動で外交に使いますので小田原城で、残りの2人は箕輪城に行きましょう。で、岩槻城では、奉行所建設で、あとは位置を建設で、農村で、さらに農村で、農村2人は待機でいいです。で、箕輪城でも農村と、農村で、ここも農村、農村で、さらに農村で、もう一個農村 OK。 とりあえず序盤の流れは OK です。あとは徳川が応じてくれるかどうか、どうですかね。頼むぞ。 OK。 統率プラス1の兜で、まあ、戦ってくれるということで大助かりです。そしたら箕輪城からも出陣します。次は鹿島港に目標を合わせながら、佐竹と宇都宮家が同盟関係にありますので、まあ、ここも援軍要請の誘導を行って、ちゃっちゃと宇都宮城を取りましょう。で、さらに岩槻城からも出陣。もうゼロでもいいわ、周り同盟仲間だし。海津城に目標を合わせながら筒子ヶ崎館を目指します。まあそんなとこですね。お金もないんで全然ないんで。で、海津城、これで真田は柏崎港の援軍の方に行きますので、もうこいつは問題ない。で、上杉も引っかかったので、この箕輪城のこの兵力でもなんとかやっていける。宇都宮家も引っかかった。 OKOK、 順調です。まあ、これぐらいいったらこんなもんでいいわ。では包囲して制圧しましょう。そこで受けるのかい。前進、お任せあれ。清水さん、そのまま行こう。かしこまりました。前進、承知。 OK。 敵の城完全に包囲しました。さてさて、そしたら協定で品川初任衆協定、これは必ず結びます。呼び寄せで2人呼びましょう。どうすか、やってるな。 OKOK、 大丈夫大丈夫。品川承認衆は OK です。ちょっとギリギリだったなまあいいわ。で、残った連中はガンガン金銭確保に努めましょう。で、岩槻城奉行しましょう。あとは移動で小田原城。お任せあれ。混乱が入った、素晴らしい。そしたら石巻さんは出陣で、海津城に目標を合わせて上杉を貼り付けにさせましょう。で、小田原城、暇人がいっぱいいると。で、位置を大量に建設します。人が足らん。竹
田勝頼が戻ってくる。オッケー、突破しました。城内に突入しました。あ、どうすか。あ、突破したらもう兵力削んなくていいです。うん、士気もなくなってるんで。さてさて、そしたら位置を牽制しましょう。ちょっとやりながらで申し訳ないですが、うん、内政はバッチリ。奉行は一人か。はいはい。そしたら、水田を牽制しましょう。金がねえわ。金ないから頑張ろう、みんな。勝頼入ったらこんな。宇都宮城制圧できました。羽賀さん。金がねえ。いや、お金がない。一気にやりすぎたな。こっちか。まあ。羽賀さんが入りました。裏切りそう。呼び寄せ。こいつら呼んどっか。ちょっと危ないな。隔離。羽賀さんは裏切られると少々面倒だ。OK です。羊ヶ崎館制圧できました。勝頼、あとは大隈さんもらおう。で、ここから一気に東洋タイム。小山田信繁、勝頼もあ、いや、誰かしら適当に人が欲しいんだ。西野さん、貼り付けの刑、これは貼り付けやめましょうか。一回戻してあげよう。で、東洋 BGM が素晴らしい。ガンガン東洋を行います。北条玄庵は移動で小田原城に行きましょう。後々隠居させる。で、加増、お、始まったか。あ、要請なんすか。上田城攻撃、しょぼい家宝だな。盗撮プラス7かなんか持ってたんだけどな。あれが欲しかったな。くれないかな。委任で皆さん、歩兵ガンガンやってください。で、暇ならば、農村。で、さらに農村。で、投与。ガンガン投与しましょう。政治の値が低い。これじゃなかなか厳しいな。そしたらね、奉行所建設しましょう。で、あとは職人町。で、東洋、まだまだ人が必要。まあ、この辺りももらいましょう。二次さん、移動で小山田信繁は岩槻城で歩兵係になってください。終わったか、光秀。やりよったな。あんた技法受けてたな。多分ね。オッケーオッケー。あと、東洋ももうほぼほぼ終わりですね。うん、これぐらいできれば十分だ。宇治直っている？いた。隠居。どんどん年寄りになってるけど大丈夫か。さて、そしたら移動で皆さんの忠誠はどうすか。やる気はそこそこあるか。うん、これぐらいの忠誠ならまあ裏切ることはそんなないか。移動しましょう。北条氏政、みんな移動しよう。で、呼び寄せ、誰かしら。小畑さんで、職人町建設で、あとはこの辺りは全部ぶち壊して足軽学者に変えます。 OK、 足軽学者。いやー、 BGM がいいな。本当に北条家の醍醐味、めちゃくちゃいいよ。本当、移動で美濃和城、小田原に暇人が大量にいると。移動しましょう。まあ、この二人はそうだな。政治係にさせたいので、辻ヶ崎館に移動。
で、水田まあ、とりあえず美濃和城を完成させましょう。で、水田建設、あとは築城、平井城築城、築城で川越城も築城で、残った連中はガンガン兵舎を建設、兵舎忍びの里で兵舎、あとあれだな、民の名刀も進めないとな。宇都宮城、まあ母兵もやってるし東洋、まあ大丈夫か。うん、築城、唐沢山城で、こちら側からも築城で宇治直元大名、400で八王子城築城しましょう。で、協定で戸隠忍者衆協定、取引で民お茶か、ちなみにさ、いける生姜じゃないか、まあいいや。そうだな、だったら岩槻城でやった方が早い。何穴山挨拶の裏切りね。はいはい、戸隠も OK です。で、取引民を一気に進めましょう。お茶、まあ割り良くないけど書が出すか。取引で小山田信重は普通に強いぞ。裏切るのがたまに傷だけど、うん、これ大丈夫だな。で、契約で民で、残り物は皆さん美濃和城に移動。オッケーオッケー。そしたら、そしたら足軽学者を大量に建設しましょう。徳が、おお、やる気出したか。うちは行かないけどね、絶対行かない。え、貿易で日本刀、とりあえず日本刀、まあ歩兵も皆さんやってますんで順調ですね。暇人は弊社。安藤さんは移動で、数字が先館に移動。小田原城もそんな人いらんな。移動で美濃和城、もうちょっと登用したい人型な。12分か、急ごう。まあ、民の御用刀も進めてますんで、大体民の御用刀手に入ったぐらいで攻めれればいいかなと思ってます。宇都宮、兵糧はあんの？ない、あるか。そしたら、水田を建設、来年の秋に間に合わせてください。で、弊社で、美濃和城でも弊社を建設。オッケーオッケー。農村か、これ破壊して職人町。そしたら、学者、足軽学者を建設、まあ、こんなもんでいいわ。で、残りカスは移動で美濃和城、うん、もう残り少ないので金に変えましょう。あ、消化で、まあ、金だな。大丈夫ですか。いいやつね。全然役に立たんない。まあ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 、内政は順調だ。で、弊社、うん、移動で2人は美濃和城奉行しましょう。もう一人やるか。うーん、まあいっか。え、移動美濃和城、そしたら兵舎を建設しましょう。真田は金銭9200、結構あるか。
うん、弊社。これでとりあえず箕輪城は完成しました。あとは宇都宮の整備もしよう。15分、14分、15分。勝てないと思うんだけどね、絶対。オッケーオッケー、どんどんできてきた。さて、宇都宮城、呼び寄せで。まずこいつらをもらう。平井城、箕輪、そう、宇治勝もらうか。八王子、唐沢山、ここら辺もらいましょう。うん、まあそんなとこだ。信豊もらうか。オッケー。序盤内政はしっかりやらないと後々大変なことになる。二次さん移動、移動で宇都宮城。金ない、あるか、まだいけるか。で、弊社。ガンガン弊社を建設します。ごめん、信豊さ、移動で箕輪城でいいわ。母兵の委任は全部やってる。 OK。 で、暇ならば足軽学者を建設しましょう。うん、このメンツだったら。そうだな、ここら辺使っちゃおう。もう少し人が欲しい。どうボコボコあ、でも黒人衆来てくれたんだ。まあ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 、上杉が伸びてますね。柏崎港と春日山城の兵力が少ないので、援軍要請の誘導を交えながら攻めていきましょう。ってなったら、まあそうだな、まあ、とりあえずちょっと内政やりながら考えよう。4000か。誰かしら武将に輸送させたい。羽賀さん、あとこちらも、菅谷さん、信豊、そうだな、安藤さん。美濃と入りました。そしたら普代に唐沢山城やるか。唐沢山城と平井城勝頼、多分後々変える。こいつらは必陣で兵力を運びます。で、羽賀さんも兵力を運びましょう。全部持ってっていい。周辺同盟仲間なんで大丈夫です。で、取引で次はオランダ。ちなみにオランダってある？金、ここで自力でいけるか。まあいいや、いいや、一発集めましょう。反壊してるから歩兵しないんだ。なるほどね。まあここは学者中心の建設、学者中心なので、数字が先や方はあんまり歩兵とかしたくない。オッケーオッケー、着々と集まってきたな。で、移動でこいつらは宇都宮城。おお、すごいな。契約オランダないか。金はありますね。まあ、ガンガン進めましょう。オッケー。そしたら、水田建設と、あとは弊社。忍びの里で弊社。で、契約でオランダ。勝頼、出陣で脅しでいいので、ぼちぼち戦争をしよう。柏崎港に目標を合わせます。援軍要請の誘導を行いましょう。承知。真田をちょっと遠ざける。オランダ OK。 で、貿易、とりあえず金だな。で、呼び寄せ暇人、暇だね。顔からして暇だ。まあ多分援軍要請の誘導は引っかかると思います。坊主、足軽坊主はないか。築城坊主、あとはオランダの乱歩遺分も集めたら、次は自社州に協定を切り替えましょう。んー、ないからいいや。2万4000か、多いな。まあ絶対要請出すと思うんですよ。承知。行くなら OK です。そしたら小田原城からで構わないので、安藤さん、
柏崎港に目標を合わせて適当に遊んでてください。宇都宮城、暇人。20分か、そろそろ行こうか。退却。真田信行か。信行じゃない、あ、でも兵糧切れるなこれ多分。途中で兵糧切れるな。妖精も出しておきましょう。徳川、上田城を攻めましょう。一緒に、うち力になります。明智家が織田家に降伏。お前らは何のために信長が倒したんだ。あいつら何をやってるんだ一体。頼むぞ。信用されてないんだうちの大名。うちの大名信用されてないって残念だな。交渉で何かしら持ってます。大将、大型搬送欲しい。教えて。普通に使えるわ。農民ね。黒人衆との協定は、あ、これで余裕なくなったのか。あんたら結んではいるか。さあ、なんかよう失敗すんな。交渉、大型搬送教えてよ。で、妖精はやる気ないもんね。36,000円。うん、兵糧も途中で切れますんで出陣しましょう。どこ行ったあいつ。綱重なんかやってんのか。オッケーオッケー。技術三元槍は21、まあ、武将を使えば適正 B 以上。この2人もらおう。呼び寄せで足軽適正 B、 内国小山田信重いいね。ってなったら誰かしら歩兵係を連れてきたい。うん、まあ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 、西名さんは小田原に、西名さん、いや星名さんでいいわ。 S までは使わん。ダメだ。全然ダメ。 OK、 三元槍進めましょう。遅くていい。で、契約で自社衆協定、うん、これを進めていきましょう。あと善光寺も進めましょう。いいわ。進めるんだったらここで技術開発しない方がいいけど、まあいいわ。ぼちぼち行きましょう。出陣で上田城に向けて出陣します。羽賀さん、ごめんね、本当に申し訳ないんだけど。あ、間違えた。やっぱりさ、こういうところはしっかりやろう。移動で OK。 金だな。これで兵糧もだいぶ入るようになりますんで、まあ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 順調になるんじゃないかな。あともうちょっとか。え、再開と足軽学者。兵糧はないね、真田。もうちょっと切ってからでいっか。 OK、 行きましょう。うん、6000未満もう出てこない、大丈夫。あとは歩兵も皆さんやってますし大丈夫ですね。え、築城行きましょう。沼田城、承知しました。うんうんうん、まあ、水田もあるし順調か。結婚職入りました。これで兵糧関連はバッチリです。そしたら箕輪城、暇人がたくさんいますんで、ラストに岩槻城の整備、ここだけやったらもういいわ。あと上田の整備をやったら終わり。停戦しません。真田信行が兵糧切れてる。まあこの辺りは余裕だな。お味方が、うん、城内に突入しました。ちょっと弊社建設させてください。これ水田いけるでしょ。ついで、え、弊社、あとは忍びの里。頑張れ信行、早く戻ってこい。間に合った。間に合った。箕輪城、何、誰がやった。上杉か、やってくれたな。呼び寄せ、近場の人。うーん、こんなもんでいいわ。羽賀さんで技術
三元槍をお願いします。 OK です。見てなかったけど上田城を制圧できました。韓国真田入りますね。うん、真田家に韓国降伏させます。ちょっとやめてもらっていいですかね。交渉、はいはい、石船、まあ教えてあげていいわ。 OK です。真田家滅びました。そしたら普代に川越城真田昌幸、八王子城雪村、海津城に、まあいいわ、拠点をまたがされば消えるので OK。 まあ順調ですね。で歩兵、OK、兵糧も入った。さて皆さん移動しましょう。次は上田城の整備を始めます。暇人、海津城こんないいのか。皆さん移動しましょう。多分宇都宮城もだいぶ兵力集まったと思いますんで、あそこからガンガン攻めれるな。こっからね、信行と真田親子で一気に攻めよう。まあこんなもんでいいわ。宇都宮で上田城に関してももうガンガン農村を建設して、で兵糧確保の拠点にしていきます。もうガンガン建設、農村農村農村に農村、あとは農村農村 OK。 3万か、まあ十分でしょう。次佐竹を取りましょう。うん、塩釜港が3200なら援軍要請の誘導をかけるか。一斉陣で続け情けない声だな。雪村ではないな今の。情けない声は雪村ではないよ。援軍要請の誘導をかけながら佐竹を取ります。続け、うるさいな。うんうん、まあ皆さんちゃんとやってるな。あ、はいはい、天勝さんか。 OK、 援軍要請誘導入った。その間にそしたら太田城を取りましょう。続けー、うるさいなうるさいんだよあいつは。 OK、 そしたら一度ここで兵舎を建設します。ガンガン建設、後々西日本攻めるときにここで兵力を集めることが必ず重要になる。ちょっと面倒いですがやることはちゃんとやろう。で忍びの里で兵舎で兵舎を建設、呼び寄せ暇人、で築城いきましょう。烏山城、あとは契約が滞ってますんで進められるやつはガンガン進めよう。イスパニアはいいわ。うん、こんだけあるんだから奉行やりましょう。お前も行くのか。あ、なるほど、築城されてるんだ。すいませんね楽して勝たせてもらえば、それが一番手っ取り早い。まあ帰るわな。行くぞ。で歩兵すべて委任は OK ですね。そしたら、水田、あとは兵舎、ここからガンガン攻めていこう。勝頼に歩兵は任せましょう。動くな。佐竹義重か。お味方が城内に突入しました。やつも中に入れたいな。結城家と同盟が残り12ヶ月となりました。うん、待とう、こいつは入れた方がいい。でラスト韓国で終わりにしよう。三元槍が入りました。
十文字もいけるか。え、協定で善光寺、協定オッケー、善光寺もオッケーです。遅い遅い。あ、来てもらっていいですか。あ、これもか。どうぞ。こな一夜城、雪村にやらせてもいいな。まあいいわ。十文字槍となると星名さん、真田昌幸、綱重か、その3人でいけるか。うん、それでいいな。歩兵はみんなやってるし大丈夫だな。 OK です。太田城制圧できました。佐竹終わり。さっさと終わりにしよう。 OK です。佐竹義重が仲間になりました。そしたら海津城に佐竹義重、折井さん、あ、なるほどね。太田助政もいる。うん、ちょうどいいな。呼び寄せ上田城、足軽適正高い人、太田助政。どうでもいいわ、どうでもいい。世界で一番どうでもいいニュース流れた。折井さんね、どうも。坊主は足軽坊主、いいね、素晴らしい。え、授業で北条氏政、あんたって足軽適正 B でね。足軽適正 OK、 上昇させて呼び寄せ A ランク、北条氏政、真田正幸、ここら辺呼びましょう。佐竹義重移動で太田城で、残りの奴らは適当にあげるわ。で、新設、ここは任せます。ここもいいわ。契約でオランダ進めないとな、ちょっと遅いね、さすがにね。で、協定、初任衆協定、どこでもいい。4万8000の兵力、春日山ぐらいだったら取れそうだ。技術で十文字槍進めましょう。続けちょっと声やめようかな、あの人やだな声。任せ終われ。おばな小認証 OK で、取引で兵糧はある。オランダ漆器か、一気に集めましょう。呼び寄せ統率栄津、ここら辺もらうか。で、編成、ここもいいです。築城か。で、編成、太田城も編成で任せます。たら兵糧あんの、なくなるんじゃない、そんなことしてたら。で、契約でオランダ、まあ攻めようと思えば攻めれるメンツだな。こいつらも行くのか。宮永秀ぐらいなら勝てるでしょ。風魔小太郎、出陣で岩村城に向けて出陣します。大名だよなこれ、知略高い人がいない。勝頼、まあ自分とこの拠点だから死なないでくれ、頼むね。行け、行こう。で、出陣しましょう。小山田信繁、二人で十分だ。黒川城に向けて出陣します。で、貿易で日本刀、あ、もうできたのかと思ったさすがにそれはないな。一気に取ろう。しました。姉小路がアシストしてくれたわ。ボコボコにされてるけど、まあ技術力では圧倒的にうちなので負けることはないと思う。相馬も韓国で終わると思います。韓国で相馬家終わんない、何でもない。相性普通だから兵力的に終わる気がするんだけど、ダメっすか。
1000でしょ、終わるでしょ、どう考えてもこれこれ終わるでしょ、相馬終わんなかったらおかしいよ、あいつら頭おかしいかもしれない。東北に拠点がないからダメとかそんな感じ。うん、兵力的にここまでだな、さすがに無理だ、これ以上移動で、あとは築城行きましょう。和田さんか、こんなもんでいいわ。飯田城を築城します。まあ負けないでしょ。でどうすか相馬さん、終わんないなら滅ぼすけど、もういいや滅ぼそう。相性普通なんだけどな、兵力足んないか、本性がないからか。楽しそうで何よりだ。承知しました。うん、築城行きましょう。いやそしたら呼び寄せで統率高いやつ勝つよりはいい。もうこの辺りをもらいましょう。ランポイ入りました。うん、兵力はバッチリ溜まってる。粒でもないのでこのまま行きましょう。軍団に任せなくていいわ。停戦しません、停戦は絶対しません。うん、上杉も大して兵力ないので進軍しましょう。春日山城に向けて出陣します。知略高い人が欲しいけど、まあいいわ。矢沢頼綱、全然誰も戦法持ってない。大丈夫か、これ。移動で海津城、こっからなら近いぞ。で兵力運びましょう。騎馬隊でいい。オッケー、楽勝でした。で出陣します。伊達か、塩釜港に向けて出陣します。岩出山ちょっときついで、協定で羽黒忍者衆協定、これは必ず結びましょう。羽黒、お味方が城内に突入しました。でさらに築城部隊を出す。技術はぼちぼち、あと53人でね。 OK、 出陣しましょう。もう一人ぐらい欲しいやつ、誰かしら欲しい。北条氏典、まあいっか。兵糧切れてんなこれ。最近兵糧切れがブームになってるわ。羽黒忍者氏 OK です。契約何かしら、オランポルトガル進めたいな。上杉が動いたか、まあ、今のうちに取りましょう。しし春日山城に向けて出陣します。かしこまりました。承知いたしました。奇襲されるよりかは全然いいわ。兵糧あんの上杉さんって、そんなないよね。坊主、うん、知略坊主。あーまあメンツはそんな強くないな。任せあれ。甘春さん、まあ大したことないから頑張ろう。で出陣します。柏崎港に向けて出陣します。まあそんなに強くない連中でも技術を鍛えればこうやって強くなる。OK です。春日山城制圧できました。で出陣で次は柏崎港に向けて出陣します。承知、承知いたしました。よう受けんな、十文字入ったか。続け。気の抜ける声だ。技術内政を進めたい。次はだったら美濃和城、暇人が大量にいますんで、こいつらを全員一人以外残して執事ヶ崎館に向かいましょう。で編成、城門を突破しました。どうぞ。塩釜港制圧できました。岩出山か、ちょっと
多分苦しい勝負になると思う。そしたら次は足軽学者をすべて破壊して内政学者に変更しましょう。40分急ごう。で内政学者最上家とかの拠点を取ればあそこら辺も内政学者が結構転がってますんで、まあ、それらを利用しながらって形にはなります。なので今柏崎港にいる部隊を今度柴田城を攻めさせて、でそのまま最上とか東北の方を向かわせましょう。うん、ここねちょうどいいでしょ。柏崎港でそのまま進軍しましょう。柴田城に向けて出陣します。敵部隊壊滅しました。承知。うん、そんなとこだな。オッケーオッケー。5万か。変化なんすか。ちょっとお金もらうか。金をいただいて。あんたらってさ、兵糧は結構あるか。ガチンコの勝負だ。あ、来るんだ。メンツは微妙だね。いや、一回停戦でいいです。一回停戦しましょう。うん、やらなくていいわ。やめよう。ってなると、大和郡山城あたり取りましょうか。ここまで取って、一気に織田のところを狙いに行こう。敵部隊、壊滅。帰れ。米沢と最上と同盟結んでる。だったら米沢を攻めれば伊達が援軍を出す。そしたら雪村を岩出山城を攻めさせればちょうどいいな。それでいこう。 OK です。柴田城制圧できました。このあんま強くない連中でも結構戦えるもんだな。東北はそこまで強くないからな。武将承知いたしました。小山田信繁食いましょう。編成ここもいいや。どう？同盟残りは1ヶ月ね。ではでは取れる準備しておきましょう。北条綱重と風魔小太郎、まあ、これで十分でしょう。うん、え協定風魔忍者衆協定、これは必ず結びましょう。あとは技術は内政はまだないから契約。うん、そうだね、イギリス進めましょう。後々必要になる。伊達が援軍出すか。うん、まあ出すわな。その間に雪村と佐竹義重で岩出山城を取る。風魔忍者氏も OK。 金ない。金が全然ありません。貿易日本と。さて空いたな。岩出山城に向けて出陣します。行け。変換なんすか。どうぞ。うん、あとは普代に飯田城が空いてるはず。その誰でもいいんだ。これも輸送しましょう。輸送じゃなくていいか、持っていくか。行け岩村城。姉工事終了のお知らせ。姉工事が大ピンチになってる。城門を突破しました。さて出陣します。有機城に向けて出陣します。こいつら倒そう。まあいいや。あー鉄砲でもないもんな。行こう。さてさて次は山形城。山形の内政学者をうまく利用していこう。かしこまりました。安藤家もいるんだ。道理でこんな人多いなと思って。なんでだろうってさ。そういうことか。続け。気の抜ける声だ。呼び寄せ
この辺りを移動させましょう。こんな編成さすがに鉄砲強いな。素晴らしい。こいつらは邪魔でもないか。弓打たれたらちょっと嫌だなぐらいで。じゃあ倒すか。続け。まあ速攻で倒そう。先方打たれたくない。捕らえたり。城門を突破しました。なんすか。オッケーです。ね、オッケー。帰らなくていいぞ。行くぞ。韓国で伊達入るか。伊達入りますね。じゃあ包囲でもいいか。山形城制圧できました。多分最上も終わると思う。うん、最上も終わる。オッケーオッケー。どんどん進めよう。お味方が城内に突入しました。大丈夫、見てなかったけど弾かれてんだ。一回帰ろう。退却。さて残りの停戦期間は2ヶ月か。うん、真田正幸、あれどこ行った。遊んでる遊んでる、あの人。今のうちここ取りたかったんだけど、まあでも織田が松倉城の方に行くんだったら逆にちょうどいいか。最上終わった。素晴らしい。どんどん終わった。え、授業で真田正幸、伊達政宗で、普代に伊達政宗どうぞ、米沢に最上義昭で、授業片倉景綱、兜あげるわ。で、加蔵オッケー、南蛮人も入った。そしたら片倉景綱出陣で、香水事情に向けて出陣します。佐竹義重行こう。承知しました。で、残りの連中は移動で全部うちで預かるわ。で、技術品種改良、天魔星内政学者あるか。十分あるな。どこ行くの。岩出山、余計なことはしなくていいぞ。47分か、急ごう。で、出陣檜山城、安藤家ってどう。あ、そんなもんか。じゃあ大浦城も目指しましょう。あんま強くない連中だけど任せた。で、移動。で、もう一発いきましょう。里見20ヶ月か。そしたら目標輸送すべて好きにやっていいです。エキション OK。 捕らえたり。織田家との停戦期間が終わりました。矢倉が痛いのでちょっと端っこ、まあいいわ。おお、攻められてんな。そこまで行ったか。だったらチャンスだ。これもらいましょう。敵将、なんだ、誰倒したの。黒人衆か。いや、すいません。敵将捕らえたり。で、韓国で勇気はないか。あ、結構兵力あるんだ。で、出陣しましょう。任せあれ。もう編成で任せます。で、編成しました。うん、これは大丈夫だ。さてさて、ちょっとずつちょっとずつですが終わり始めてきたな。出陣しましょう。まあとりあえず岩村城に運んでおこう。で、出陣します。伊達政宗任せよ。
岐阜城に向けて出陣します。水攻めで一発で終わりにしたいな。岐阜はないか、岐阜はないか。勝つよりはちょっとな。羽賀さんと組ませよ。勝つよりごめん、あんたは上田城で隔離。城門を突破しました。そのままでいいよ。で編成、うん、包囲もしなくていい。安藤水軍衆協定無理か。呼び寄せで政治の値が高い人、ここら辺もらいましょう。で編成、東北をちゃっちゃと終わらせて軍団に輸送させよう。三戸城で出陣で三戸、あとは協定で、自社衆協定で一気に兵糧の確保に努めましょう。自社衆、自社衆、あとここも今天馬製やってるんだっけ、やってないな、天馬製やってないな。技術開発が滞ってる。品種改良、うん、協定戸隠忍者衆、契約で何かしら、うん、ポルトガルも進めましょう。城門を突破しました。助かるわ、助かりますわ。失敗か、自社集協定失敗はちょっといただけないけど、まあいいわ。編成、韓国で終わるでしょ、安藤家は。終わりますね、OK。OK、中尊寺、素晴らしい。岐阜城制圧できました。安藤家もター。ガンガン進軍しましょう。松倉城に向けて出陣します。お任せあれ。で出陣します。大浦城で編成、任せた。ここもいいわ。うちか、まあまあまあ、そうなるわな。清須はなかなか耐久しっかりしてるか。雪村どこいる今、上田か、はいはい。さて出陣しましょう。待ってね、役職あげよう。授与で真田幸村どうぞ。であとは佐竹義重で出陣します。清水城行きましょう。敵の軍隊が、軍勢が我が領内に向かって出陣しました。なんか始まったな、始まったな。南部もここ取れば、三戸城取れば終わると思います。で、編成、韓国で南部家終わんねえのかい。終わると思うんですが、おねか。まあいいわ、楽しそうにやってるからいいよ。うんうん、まあ順調でしょ。呼び寄せ、近場の人、これもらいましょう。さてさて出陣します。清水城に向けて出陣します。北条氏政か、行くぞ。城門を突破しました。松倉城制圧完了。さて次は富山城に向けて出陣します。助かるわ、黒人衆と戦ってるおかげであいつら全然ダメだ、全くもって成長してない。混乱津軽民信がきついなね、この混乱でうまくできてないわ。韓国南部終わんないか、滅ぼすか、滅ぼしてさっさと柿崎取ろう。片倉花月の移動で岐阜城
突破しました。で、編成。うん、富山城も楽勝。ちょっとどうなったん？あ、制圧したのね。見てなかった。で、出陣します。次は小山城に向けて出陣します。小山か、あと七尾城。無駄に降伏しないようにちょっとうまくやろう。上田からだもんね、真田幸村は。まあいいわ。で、韓国終わる国はありますか？何本終わる？さっさと終わってればよかったのに。で、編成。協定で安東水軍衆無理。協定安東水軍衆相性悪いんだ。で、出陣。かしこまりました。坊主ね、どうも。もう何でもいい。カノン砲契約ポルトガル。そうですね、うん、いいわ。外門を突破しました。細川雄斎城門を突破しました。黒人衆が元気よく遊んでんな。もらうか、最上義明。呼び寄せ。まあ、この辺りもらいましょう。エキション。で、編成。こいつら確か安東水軍衆協定結んでなかったよね、確か。さっきダメージ受けてましたもんね、柿崎は。ならば、出陣しましょう。関船があれば最高。まあ、ないならそのまま突っ込む。承知しました。結んでない。 OK。 敵部隊壊滅。徳川家との同盟が残り12ヶ月となりました。ダメだね。全然同盟うまくいかないよ。増えてんな。輸送もガンガンさせてる。春日山か。お味方が城内に突入しました。うん、だったらごめん。あんたらどこ出身だ？平井と美濃か。 OK。 そのまま飯田城に運びましょう。プラス方針で目標輸送は全て飯田。おお、やめろ、時間かかるな。編成。で、韓国は上杉はまあ取んないか。ならば編成で OK です。真田正樹そのまま行きましょう。北の少女に向けて出陣します。時間かかったな。さすがに終わるでしょう。津軽家が終わります。あと終わる国はないか。で、編成。佐竹義重も軍団に任せましょう。どうぞ。 OK、 品種改良が入りました。兵糧問題もこれでだいぶ解決すると思います。で、天馬制プラス協定で自社衆協定、結べてない自社衆をガンガンやりましょう。あとは本庄寺契約なんかしらないか。 OK。 兵糧が全然ない。もらうか。OK です。清洲城制圧できました。前進。で、編成。桐山城が5万か。違う、桐山城5千か。大したことないな。伊賀忍者衆協定。見返りがない。金めっちゃ持ってんじゃん。伊賀忍者衆。伊賀忍者。で、あとは黒人衆。一応邪魔。オッケー、金金。まあ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 、ここは大丈夫ですね、小山城は。あとは、はい、どうも。なんだなんだ、諦めろ。オッケー。韓国で上杉終わります。で、編成。小山城ちょっともらうわ。これ入っちゃったらダメ、届かない気がする。大丈夫か。伊賀忍者も OK。
うん、兵糧も結構入った。上杉家終わりました。譜代に波岡、直江兼続、あとは暇なところ、わからん。授与で直江兼続どうぞ。であとは上杉景勝で加増、人が多い。津軽食べのぶとかあいつら平気で裏切るから結構危険なんですよね。加増しておかないと。で移動、こいつらは前線に、あとはこいつらあげますわ、適当にあげます。ここもどうぞ。3万か、もうちょっと欲しいな。うん、そうだな、兵力運ぶか。佐竹義久運びましょう。清水城に運びます。1時間急ごう。清水城に直江兼続が来たら出陣しよう。姉小路が笑顔だ。あ、お前か、よかったね。統率上がるんだよ、3、まあ、結構強いけどね、統率3上がるって。で出陣します。桐山城に向けて出陣します。なんだ、箱田さん全然見てなかった。まあ佐竹義重なら大丈夫でしょうって思ってたんで全然見てなかった。で呼び寄せ、佐竹義重もらうわ。いいわ、修復か。まあ適当にやらせればいいです。あとは契約で何かしら進めたいですね。民進めましょう。これはおお、桐山城に運ぶ。今運んだところでだけど大丈夫ですか。帰ったご帰宅された。特産品なんかもらおう。石山城が大阪城になりました。大阪城になると非常に、あ、間違えた、大阪城になると耐久がとんでもないことになってるでしょ、これがちょっと苦しいので少々困ったところなんですけど。自社州どっか切れた、こっか。うん、ここも変、いや編成すると多分軍団に任せると包囲してしまうんで。こいつら援軍に来ないってことはあれか、水軍衆と協定結んでないんだな。おい頼むぞ。全然うまくいかん。取っちゃっていいよ別に、柿崎コマンド押してる方が時間かかるわ。あんな奴らに時間かけたくない。交渉でもう何でもいいっす、金もらうか。あ、承諾でいいわ。編成、殴りながら包囲してくれるかどうか。殴んないんだよな。あ、殴ってる。オッケーオッケー。まあ、敵も近づいてるんで殴るでしょ。よう失敗すんな。よう失敗するな。しかし、黒人衆ではなく、自社衆ね。相性最悪か。政治の値高い人いないと話にならんの、これ。もらおう。さて、小山城からも出陣します。ガンガン前線に行こう。北の少女に向けて出陣します。お任せあれ。まあこれは余裕でしょう。黒人衆も天海さん、天海取ったってめちゃくちゃいい組み合わせになるよ。あ、ごめんなさい、期待を持たせるようなことはしたくないんだ。考え、弓やりましょう。弓そのうち使える可能性がある。おい全然、あのクソ自身全然ダメだな。次40万、ちょっと足んないんだよな。輸送するためには何としても自社衆との協定が必要なんだ。特に関東地方は。オッケー、やっと終わったわ。オッケーオッケー、商人も進んでると。うん、オランダやりましょう。馬車が欲しい。オッケーです。桐山城制圧できました。多分これさ、韓国で続き終わるんじゃない？おねえか。柳生さん倒したらいける？敵部隊。オッケー。どうすか？壊滅。ダメか。まあいいや、行こう。
大和郡山城に向けて出陣します。承知しました。で、協定で飛ばす異軍衆、協定あのじじいやべえ全くもっとやばかったな。うん、清洲はいいわ、岐阜城はいいです。光秀、もう何でも返すわ。どういいだ、10万ね。10万あって同盟期間が残り6ヶ月、そしたらあとは任意輸送でいいです。で、飯田城だけ私が管理します。金がね。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。ちょっと倒すの面倒、飯田さんか。こいつは一夜城のプロだ。逆に安土で取るよりも大垣で築城させてそこで兵力削るか。で、編成桐山城。さすが飯田直影、大したもんだ。うん、邪魔だなあいつらあいつら邪魛だな。坊主ね、どうも。援軍か、大和郡山城援軍ね。 OK です。もうガンガン制圧もできてるので順調だと思います。兵糧もたくさん入りました。24000、この兵力運びましょう。どうぞ。弓学者取得、技術弓、やらないよりかはマシ。OK です、柴田家滅ぼしました。ラストの拠点だったんだ。鉄砲やぐらがちょっと いやらしいな。まあそうだな、どんどん輸送前線にさせて、それからだ。そういえばさ、馬車ってやってた、やってねえわなんか兵糧減るなと思ったらやってなかったか。まあ徳川速攻で取れますね。どうぞ。兵力的に3万、少々少ない。うん、清洲城の兵力運びましょう。待ってね、協定飛ばす異軍衆結んでるんだったらメンツは悪くないな。出陣でこんなもんでいいので鳥羽港に向けて出陣します。承知。前田利家ぐらいだったら勝てると思う。早いな、北人衆来んの早い。武道酒、大垣、こいつらなんで兵力囲まないんだ頭おかしいのか。おかしいんだな、おそらく。おそらくおかしいんだ。じゃあしょうがないわ。指寄せ、誰かしら統率高くて暇なやつ。結構暇人がいるな。佐竹義重もらいましょう。鹿島港でお前は何をやってるんだ。3万8000鶴ヶ、うん、鶴ヶ取りましょう。待ってね、授与で会員まだないか。うん、まあいいや、出陣します。鶴ヶ港に向けて出陣します。ちょっと鉄砲がいやらしいけど、うちら同盟結んでないよちなみになんでそんなにどっか行っちゃうの。疲れてんのかな。坊主ね、どうも。技術弓、ちなみにさ、なんかやってんな。お味方が何を始めたんだよこいつは何を始めたんだ。しかも弓ばっかり。足軽もちょっといるけど、ちょっと陛下がいただけないな。あ、取ったのね、早いな。で、出陣、待って、水軍衆協定ガンガン進みましょう。徳川取らないといろいろと後列がね固まってるんで。弓の木1万6000か。 OK、 徳川家との同盟が終わりました。さて取りに行きましょう。ちょっとメンツが広い。え、近場の人で強いやつ、まあここら辺もらいましょうか。あー待って、先に動かそう。出陣で大垣城に向けて出陣します。
大垣城、最上義昭で、移動であんたらは飯田城編成、小田原。あんたらどっから来た、岩槻か。そのままの兵力で駿府にぶち込めで、編成で任せるわ。頼むぞ。さてさて、出陣しましょう。ガンガン前線に、弓の騎乗に向けて出陣します。伊賀上野に築城。帰ったら光秀ご帰宅された。で、出陣します。雑賀城に向けて出陣します。まあ、これ一部隊で十分だな。気をつけね、舐められたもんだな。行こう。岡崎城に向けて出陣します。お待たせください。承知しました。多分技法をたくさん受けると思うけど、数の暴力で圧倒しよう。輸送にもなるんですよ。この後熊野港あたりまで兵力を輸送して一気に九州行こうと思ってますんで、私がやるいつものやり方なんですけど。お任せあれ。って呼び寄せ、もうちょっと強い人いない？ここら辺もらうか。上田、お味方が城内に突入しました。で、出陣。まずは邪魔な黒人衆を倒してそのまま岡崎城を取るか。承知いたしました。かしこまりました。小山田信重、ここは全力でいきましょう。多分徳川が一番うちと互角だと思う。技術も足軽部隊結構鍛えてますんで、油断すると負ける。お任せを。時間かかるので編成。どう、まあ大丈夫な気もしますが、編成で任せましょう。突如黒人衆の里に。で、そのまま行こう。承知しました。でも任せるわ。坊主ね、どうも。馬車が入りました。これで輸送時の兵糧の減りを抑えることができます。イギリスも進めましょう。鈴木兵そこにいたんだ。なんか兵力少ないなと思ってたら遊んでたんだ。敵の軍勢が岩槻城に向けて進み、これどっから来るの。ああ、まあいいけどさ。城門を突破しました。うん、だったら編成。唐沢山城で、兵力誰かしら統率の値が高くて使えそうなやつ。勝頼、そうか。あとは知力高いやつ、風魔小太郎、この二人もらいましょう。オッケー。で、編成。大垣を取ることができたので、安土も結構兵力多いな。長浜城に向けて出陣します。任せ終われ。編成弓の木。退却。あとは出陣でガンガン取りましょう。鳥取城に向けて出陣します。官兵いるから多分兵力入らんけど、ここで協定で、そしたら責任者衆協定、これは必ず結びます。うん、 OK だな。14万突如とした兵力、そんなに部隊はいらないと思うので適当に倒しに行きましょう。高天神城4部隊。お任せください。承知しました。いい返事。あと残り物は浜松港に行きましょう。かしこまりました。あ、駿府取れたんだ、素晴らしい。
さて行こうか。クルリ城に向けて出陣します。水秀どうぞ返してくれ。お前そいつ本能寺の変を起こしたやつなんだけど、まあいいんだけどさ。ちなみに勧告届くところは徳川もそろそろ通ってほしいな。責任者 OK。 敵将捕らえたりで編成。さすがに数が多すぎる。お味方が24000か。ちょっと残しちゃったな。もういいや、鈴木家は降伏させないでそのまま取りましょう。どっか行くのか。忙しいやつだな。あ、そこもあったんだ。なるほどね。で編成任せます。弓の木頑張って。お味方が城内に突入しました。村井さん結構捕まってないさっきから。なんかあの人いつもいんなと思って。佐竹義重こんな入んないか。もういいよ。じゃあ OK です。長浜城制圧できました。浜松湊も OK。 これでもう通るんじゃないかな。え、バセ。あ、結構兵力残っちゃったな。まあ任せよ。韓国で徳川は無理か。どちらにしろこの兵力運びましょう。編成で輸送しましょう。承知しました。敵が我が領内に向かって出陣。築城隊か。もういいわ。ごめん。はいはい。お味方が城内に突入しました。壊滅。そんな終わんでいいぞ。北条綱重戻ろう。敵将捕らえたり。どうすか、諦めるつもりには。里見家が終わります。里見家降伏させましょう。で編成。敵部隊お隣この兵力だったら諦めんじゃない。諦めないか。やるね。敵将やるね。よく諦めないと思うわ。で出陣で次は境港を取りましょう。任せあれ。そっち方面やめてくれ。島津が四国地方に進出してるか。どう勝てそうっすか。おお、あ、まあ大丈夫そうですね。よかった。ちょっと心配だったんだ。姫路攻められてますけど大丈夫ですか、橋場さん。で輸送方針、目標輸送を次は浜松港に運んでください。いや、目標輸送熊野港でいいです。お願いします。鳥取城制圧完了。鳥取終わって降伏する国はないか。編成鳥取城。投与できてるかなあ、結構投与してますね。イエスとかも入ったんじゃない、入ったんじゃないかな。まだ入ってないか。まあ、頑張って登用してもらっているよね。イエス。いや、ここら辺だけはもらっとこう、さすがに。無謀だと思う。まあ、橋場は通んないので。ならばガンガン西に進みましょう。ガッサントタ城に向けて出陣します。承知しました。で編成長浜大垣。うん、ガンガン馬勢飛ばしてくれてるんで。ああ、そういうことか。道か。うまいところで攻めてきたな。弓の木取られるな。
羊にしましょう。それは隙を突かれた。赤松じゃ無理だ。絶対勝てない。我が領内に向かって出陣。出陣するのはいいんだけど、あんた安土城やられてますよ。いや戻したくないな。後ろから守れるものなら、あんたよう捕まんな。あ、守りきれそうな気がする。これ多分ギリ大丈夫。先方を撃たれなければ威圧だしね。多分大丈夫だ。よかった、出しといて。安土城大変だったな。そしたら呼び寄せ、暇なやつ大量に。ここら辺もらいましょう。例えば家康って仲間になりました。なったか。城門を突破しました。で出陣で直江兼次がいなくなったら寂しくなった。手が我が領内に向かって出陣しました。先生、橋場家が突入か。ならば編成で弓の木から出しましょう。で出陣します。お味方が城内に突入しました。ガッサントたちを制圧完了。援軍はなくていいでしょう。誰かしら統率高いず。そうだね。まあそうだな。本庄茂長でいいわ。小田さん拠点、もうそんなもんか。敵部隊壊滅しました。OK です。境港制圧できました。次文後水軍州協定、文後とあとは薩摩忍者州、ここはガンガン進めましょう。で契約貿易ってやってる？うん、やってねえわ。そういうとこなんだよ。あと製図法まで行ってないか。ここら辺もやりましょう。で出陣します。ガンガン突っ込もう。吉田郡山城に向けて出陣します。19人、民も OK。 10万19万、十分だ。数としては悪くない。で出陣で次は岸和田城に向けて出陣します。影勝ももらいましょう。任せ終われ。うんうん、よく攻めてる。軍団もうまく利用しながら戦おう。本庄重長が入ったので撃って出よう。任せあれ。でその間修復、まあ負けないでしょ。うん、大丈夫大丈夫大丈夫、全然余裕。納金だけど拠点に近ければ技法でもすぐ帰ってこれるし、余裕だな。敵将、あ、素晴らしいわ。普通に余裕でした。楽勝。さて行こう。目指す拠点は鉄砲ある。そんなないか。他は、あ、大したことないね。前進。油津港に向けて出陣します。前進。勝家多分役に立たないだろうな。まあいいわ、弓。前進。さすがに心配。さすがに。あんなに兵力あんのに技法ばっか受けてたら何も役に立たない。鉄砲でもいいな。鉄砲、鉄砲って砲上って鍛えてたっけ。あんまイメージないわ。南蛮技術で言えば弓の方が鍛えてるから、まあ、そのまま使って出陣でもいいか。え、コブと、あとは境港に兵力を運びたい。四国攻めにってなると上田城の兵力ってどれぐらいなんだろう。結構溜まってるかもしれない。まあ、こんなとこですね。オッケー、頼んだ。薩摩忍者もオッケー。4万オッケー、十分だ。輸送させましょう。輸送で大隈さん、
境港シールドもらいました。韓国で織田家通ります。オッケーオッケー。織田通のでかいわ。あと鈴木も終わる。まあ隣が19万の兵力だからそら終わるわな。ガンガン降伏させましょう。で兵糧をいただきます。で編成で出陣しましょう。野島港に向けて出陣します。姫路か。姫路は多分勝てないと思うんだ。まあいいわ。織田家終わりました。昇竜事情もらうわ。鈴木家も終わりました。鈴木終わったのでかいな。楽に四国地方に行ける。姫路城に向けて出陣します。ちょっと嫌な傷水群衆があるんで、もうちょっと警戒しながらになるけど。境港か。そしたらあんたらそのまんま昇水事情に行きましょう。で編成帰る。頑張って無視してね。こうやって回っていけば問題ないんですけどね。ガモイジサトいるんだ。だったら協定いけるでしょ。協定で傷水群衆攻撃するつもりは全くない。芝生水群衆無理か。こっからも行こう。出陣で姫路城、いや岡山行こう。岡山城に向けて出陣します。もういいや、何でもいいわ。傷も OK。 帰れ。で出陣、ガンガン前線に行きましょう。下津井港に岡山城。捕まってる小畑さんが。まあ勝ってるからいいです。負けてたら怒るけど。坊主ね。どうも。征夷大将軍になりました。そしたら授与で家康、真田昌幸、伊達政宗。てかさ、家康ってどこにいんだろう。家康知ってる？あんまりあの人見ないんだけど。まあ、この辺り上げておきましょう。呼び寄せ、統率高い人。ここら辺一度もらいます。この辺りはいいわ。で、次に出陣で。お、さすが。船が揃ってるわ。毛利か。今治水雷か。もう行こう。沈没しないように頑張ってください。いけいけ。鉄砲もそこまでないぞ。やれやれ。投擲な数。これはどれぐらい運んでんの。8万か。うん、もう好きにいいわ。まあ余裕でしょ。敵将捕らえたり。やめろ。混乱しちゃった。大将、味方の部隊壊滅しました。城門を突破しました。味方部隊呼び寄せ近場。結構壊滅してんな。沈没でもしましたか。混乱が入れば楽勝。 OK。さすがの真田昌幸です。ごめんね。編成で昇水城。毛利が結構深いところまで行ってるな。あれ、上杉快活はどこ行ったの。そしたら呼び寄せで統率の値が高い。ここら辺もらいましょう。プラス輸送。ちょっと心配。ちょっと心配。これ奪われたらとんでもないかな。南光坊さん、味方が捕らえられました。なんだってなんで捕らえられた。オッケー、今治港制圧できました。
ちょっと順番が前後するんですが、次は河野峰城に行きましょう。任せあれ。で、編成。橋化けも終わるので大丈夫です。城内に突入しました。信近、そしたら輸送を行います。輸送で油洲港で皆さん移動をしましょう。上田城集団疎開を始めます。松水城でいいか。一気に行こう。橋化け終わりました。停戦しません。オッケー、素晴らしい。おもちゃで行かないでくれあんまりそれはやめてくれ。さて九州取りましょう。佐渡原城3部隊いや5部隊、あとは島佐根何部隊でもいいわ。あがたも行きましょう。輸送も兼ねているので赤田3部隊で、残りの連中は西側、肝付き直江兼次、鈴木重秀は一条、酒井さんも行きましょう。勝頼は時為頼と組んで泉城。 OK 頼むぞ。兵糧つぶてもないのでそのままでいいか。このまま行こう。下津港制圧完了。韓国で終わるところ浮田家が終わりますね。浮田も終わり。次は黒瀬城に向けて出陣します。で韓国毛利終わんない。小早川隆景がデビューの高しし、オッケー。島津義弘完全に包囲しました。岡山城もオッケー。黒岳なんで黒岳になったんだ。うん、まあ大丈夫か。佐渡原城制圧完了。で出陣ガンガン行こう。韓国用に置いとこう。こんなに兵力あったんだ。元地下ってさあんたら十文字やりはどうやってないか。オッケーオッケー、勝てるわ。はいはい、どうも。お味方が城内に突入しました。で編成、ここら辺もガンガン任せます。うん、長崎港とかそっちの方に兵力たくさんあったのか。一条行きましょう。その後ボーナスも取ろう。全員一気に持っていって。33分急ごう。うん、雪村混乱したか。時間かかるんで頑張って。城門を突破しました。行け家康一人で落ちしました。でそのまんま船屋方に向けて出陣します。任せあれ。大丈夫、雪村が負けてるか。残念だ、さすがに混乱はきついか。ボーナス結構多いな。この兵力そのままさしたらボーナス行こう。で出陣で次は泉城。任せあれ。
超速壁に苦戦してるな。4万、6万、素晴らしい。それぐらいあれば十分だ。進軍しましょう。メンツもいいな、橋化けシリーズだ。黒瀬城に向けて出陣します。泉城制圧完了。そのまま中止。で、勝頼時ためよりは八代行こう。で、韓国でさすがに毛利終わると思うんで、毛利家終わり、相性最悪か。で、編成、河野峰城。みんなどこ行った？あれ？あ、頑張ってんのね。ならば、協定で、野島水軍衆協定。多分ここで今出した宇多津湊からの部隊が引っかかると思うんで、森家終わりました。混乱が入るか。 OK。 そしたらそのまんま飯田に家康一人で任せる。エキション捕らえたり。城門を突破しました。まあいいや、元気出さなくていいか。元気出さなくて激励飛ばそうかなと思ったけど。関船、小路港に向けて出陣します。で、韓国で通るところはないか。敵部隊壊滅しました。同説は勘弁。いろいろとそのおっさん面倒い。で、方針兵糧で出陣しましょう。家康佐伯港に向けて出陣します。いけいけ。お味方が城内に突入しました。突破しました。ボーナス OK。 で、韓国島津まだ無理か。これ編成で任せましょう。ソテル OK。 あと麻生家か、まだ生きてる。敵の城完全に包囲しました。包囲ね。味方が城内に突入しました。で、出陣。捕らえたり。次は熊本城に向けて出陣します。援軍も出してくれると思いますんで、まあそれに負けないか。そしたら包囲しなくていいので橘山城行きましょう。で、出陣。橘山城で、そのまんまの勢いで村中城。承知しました。何やってんのこれ。で、編成、うだつ。剣女がやる気なくなってる。うん、黒瀬城取れば終わるんだよな、兵力的に。元地下も切ったし。終わりますね、OK。長宗壁家、終わります。長宗壁拠点が結構でかいから助かるわ。そしたら編成で、輸送しましょう、輸送。エキション捕らえたり。お味方が終わりました。長宗壁家終わりました。ここも任せよ。村中もういいです。韓国を悪国一条家。これあれか、大友か。紛らわしいからやめてくれ。あー、やべ、回復しちゃった。まあいいわ。麻生家も OK。 あとはこいつらだな。麻生家終わりました。村中取ればもう終わるはず。
編成。オッケー、島津も終わる。あとは村中を制圧するだけだ。いやー、ここまで来たか。なかなか北条家はやりやすいな。でも武将の数も多くて序盤からサクサクいけるんで。一条家、まあ、元井大友家終わりました。どうも千村さん。不満持ちも床もわない。知らないよそんな、今更でしょ。 OK です、村中城を制圧できました。意地張んな。おいお前何に意地張ってんだよ。何やってんだあいつは。韓国、ちょっとみんなどこ行った。投与しなくていいよ、誰もいないよそんなところ。韓国で島津、ちょっとさあ島津さん、お前本当に相性最悪ってのは本当に最悪だな。いる韓国、福島正則は多分無理だと思う。多分無理だと思う。いけんのかいということで、ということで、北条家、夢幻のごとく、無事に天下統一、達成することができました。時間にして1時間41分ということで、まあ、個人的にはタイムは非常に満足しています。まあ、北条家はやりやすい国です。初心者の方にもおすすめですので、ぜひぜひやってみてください。ということで北条家夢幻のごとく、この辺りで終わりにしていきたいと思います。今後も RTA 動画に限らずたくさん動画を撮っていきたいと思いますので、ぜひぜひまた見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。